行くぞ。こんにちは、フラットおじさんです。今ビルサバコ高畑町に来てます。で、ほらこれ、あのサムネイルにも書いてるんだけど、買いました。360度カメラ、インスタ 360X3 買いましたよ。これね、昨日初めて使ったんだけど、いい。結論から言うとすごくいいけど、いろんな、まあいろいろ悪い点っていうか注意点もあるから、これで説明しますね。いろいろ思いますよ。で、公式の KL 自撮り棒もあるんだけど、こっちサードパーティー製の KL 自撮り棒、カーボン素材かな、これカーボン、ちょっと電源切ようか。で、これね、消える自撮り棒、これね、3メートルまで伸びる、3メートルまで伸びるんだけど、伸びたのかな、締め方わかんないんだけど、こんな感じで、いけます。昨日も歩いたんだよね。昨日も歩いたんだけど、ここね、歩いてます。あっちがビルザバキャンプ場。今やってないけどね。全部伸ばしてみよう。どういうか。こうか。どうだっけ。こうか。伸びて。で、ここも伸びんの？ここは伸びんだな。はあ、釣り竿だ。釣り竿。はあ、重い。確かに重い。重いよ。これで、結構遠くの方まで景色見えるから、あ、今日結構ヘラパナ釣り多いな。こんな感じで行けます。これね、トラッキングすると、走ってんの追尾するんだよな。俺走ってんのね、こうやって。追尾するんだよ。すごいよね。まだ今日で2日目だから、あんまり、使い方もいまいちわかんないんだけど、まあこんな感じで、できますね。ますね。はぁ、ビデオスタート。よし、今日見てみますか。年1回は行く南洋スカイパーク行ってみますか。じゃあこれ使った感想ね。まあ いいんですよ。悪くはない。悪くはないとか、いい。だけど注意点ね。これ 5.7K の60フレームだったかな。で、撮影できるんですよ。でもね、5.7K はちょっとスペック高すぎる。重い。重いっていうかね。まあ俺大体編集するの、スマホでは編集しないから、パソコンで編集するんだけど、パソコンでも、俺のパソコンでもね、4K まではいけるんだけど、5.7K ダメだった。ダメだったね。最新のやつじゃねえとダメなのかもしれないな。編集速度はね、ゲーミングノートの、ゲーミング、パソコンのちょこっといじったやつだから、まあ編集速度的にはね、処理速度も速いんだけど、
ただ画像だけ出てこない、緑になるんだね全部ね、画像になると。あれおかしいなって、やっぱ無理なのかなと思って 4K に脅したのと、あと 3K で撮ったので見たらまあギリギリだった。で一応このスマホのアプリにもね、スマホにもアプリでインスタ360のアプリインストールしてやってみたんだけど、Android のスマホ持ってる人気をつけてください。多分ね iPhone だとねいいんですよ。 iPhone X とか iPhone 7とかそのくらいだといいんだけど、 Android はやばい、俺の動かないこうやって撮影とかのボタンとかはできるんだけど、できませんね。処理はするんですよね、普通にやるんだけど最後にエラーを起こす。これね、このスマホ2年前の西日本ホールオーバー行く旅で宮崎で壊れた時に片遅れだったのかな、片遅れのエクスペリアのエース2だったかな、なんだけどこれダメだった、本当に処理できない、エクスポートできないエクスポートだいぶ20分30分くらい待って、おやっと 100% だって思ったらエクスポートできませんでした。6回くらいあったかな、パソコンではダメだなって思ったんだけど。で 3K とかね 4K くらいにして画質落として、それでスマホのアプリでもやってみたんだけど、それでもダメ。ほんとiPhone じゃない人ね、ほんと Android のスマホの人はちょっと考えてから買ってみた方がいいかもしれませんね。ちゃんと自分のに対応するかどうかの方がいいかもしれない。だってこれでねインスタ360のバイクアクセサリーキットだったかな、それで8万いくらなんですよ。で512GB のSDHC1 の V30 だったかな、それでそのカード SD カード買ってそれで6000円と、あとなんか保護カバーとかなんかいろいろ保護レンズとか買ったら約10万ですよ。それでね、まあただ撮ってみるだけならいいんだろうけど、これでねどっかに取り込もうとか何かって思うときに取り込めないのがっかりするでしょう。そこですね。あとは編集するソフトとねだと思います。編集、まあインスタ360で編集してしまえば大丈夫なのかな、俺もよく分かんない、まだ編集ソフトでやってないからね分かんないんだけど、インスタ360で360度映像をやってしまえば、あと普通に取り込めんのかな。これね、ソフトはフィモーラ使ってんですよ。フィモーラは 4K まで対応だったはずだから、まあ 3K、4K くらいで録画してれば多分いけるとは思うんだけど、360度対応してんのは確か Adobe のプロなんだっけプロなんとかじゃないっけ、アドビと、あとなんだっけ、ダイレクト違うなサイバーなんだっけ、パワーダイレクト、パワーダイレクト、あれなんだっけありますよね、よくみんな使ってんのだと360度のあれも編集できるみたい。ちょっと俺もねインスタでやってみて、インスタのスタジオでやってみて、そっからフィモーラでその360度の映像回せるんだかどうだかね、ちょっとやってみるけど、どうなんでしょうね。いろいろと考えなきゃいけないわけですよ、これ買ってからね、いろいろとね。
まあ容量もね 3K4K5.7K でやるからそれなりにあの SD カードの消費も早いだろうからある程度大きいのね256とか128とか確かあの取扱説明書とか何か何だったかな見ると1テラバイト以下だったら SD カード大丈夫だっていうのをなんか見つけたんだけどまあ512ギガでも大丈夫でしたよです。ちょっと説明不足だけどまあ俺も何にもねチュートリアルとかね公式のホームページ見てチュートリアルとか見てやったわけじゃねえからもう酒の勢いでね買ってねどれ使えるべってあー昨日動かしてみたら動かして昨日撮影してみて帰ってきてパソコン開いたらこの状態ですからねちゃんと調べて買いましょうねあー焦った焦ったほんと焦りましたよ。だから 5.7K のあの60フレームはまず曲がんないでしょ普通の人はね。家電屋で買ったパソコンはどうなんのかね。家電屋のパソコンはパソコンでは曲がんのかな。どうなんだろうね。ハイスペックな家電屋のパソコンだと入れるのかな。わかんないけど。です。もう説明書もね、日本語で書いてるやつは操作説明しかありませんでしたね。操作説明だけで、あとはもう完全に自分で何とかして覚えろっていう感じなのかもしれない。もう2年くらい前からね、ずーっとね、欲しいなーって思ってて、360度カメラ、ガジェット。でもどうしようかな、どうしようかなーって。思ってたんですよ。で2ヶ月くらい前からすごい欲しい衝動がねもうね止まらなくてね。でだいぶこの前酒飲んだんだよな、かなりねグラグラってもうかなり酔えるほどね飲んだ時にたまたま見ちゃってポチッと押してしまいました。24回払い。2年は壊しちゃいけない感じですよ。何やってんだろう。飛ぶ人いるの？パラグライダーで。どうなんだろう。すごい。じゃあ帰りますか。ただ今日はただ撮りたかった。ただここに来て、ちょっと360度カメラでどういう撮れるんだかやってみたかっただけなんですよ。いいね。明日から雨か。ずっと1週間先雨みたいだからね。本格的な梅雨らしくて、あと今日って最後だべからな当分は。あとバイク乗れねえべ。はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。すごい景色がいい、景色がいい。こうなんかあのなんだっけ、ドローンでさ撮影してるような感じでしょ。違う？そう見えない？高いとこあるね。これ3メーターからね、持ってんのも大変なんだけど。
はい、じゃあこれいいですよ、インスタ 360X3 悪くない、初めて使ったけど、もうインスタのね 361X2 の時から欲しかったんだけど、それよりなんかみんなの、皆さんのね、動画出してる皆さんのレビュー見るといいっていうから、あ、そうなんだと思って使ってみたんだけど、やっぱり良かったです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あとは帰りたいと思います。バイトだからね。それでは、バイバーイ。